佐藤さんどうもありがとうございます。横浜から応援に駆けつけてくださいました。保育の未来を作るために一緒に活動しています、幸運ネットというネットワークのグループの代表の方です、私原純子、子どもたちの命暮らしを守るため、保育運動にも関わってきました。保育園生活本当に大事ですよ。皆さん、お母さんが安心して仕事行けるようにするにはやはり保育園、そして保育園の先生が温かくていつもちゃんと見守ってくれる環境がないと母や父は安心して子供を預けられません。今保育園はどんどん基準が緩んで庭がなくてもいい、一人当たりの面積がどんどん狭まって、小規模保育園でもスタンダードな保育園としてこの新制度ができようとしています。保育園生活本当に大事ですよ。皆さん、お母さんが安心して仕事行けるようにするにはやはり保育園、そして保育園の先生が温かくていつもちゃんと見守ってくれる環境がないと母や父は安心して子供を預けられません。今保育園はどんどん基準が緩んで庭がなくてもいい、一人当たりの面積がどんどん狭まって、小規模保育園でもスタンダードな保育園としてこの新システム、新制度ができようとしています。私たちにはとても理解できないような複雑な認定制度、何のために必要なのかがわからない、この書類ばかりが増えていく子育て新制度、子育て支援の新制度、来年の4月から移行するわけですが、私たちは今やるべきことは子どもたち一人一人がちゃんと安心して保育園で生活できる、その基準をクリアした保育園をちゃんと作ること、それを求めているんです。小学校に入れない子はいないのに保育園の待機児、ありがとうございます、頑張ります。保育園の待機児全国で2万人以上もいるんです。練馬でも400人以上いるんです。子供を保育園にやれなかったらお母さん働けないんです。皆さん、私原純子は保育の運動の仲間と一緒にこのこと声を上げてきました。待機児のない社会を作っていきたいです。でも入れれば何でもいいわけじゃないんです。庭のない狭い保育園、高架下の保育園、商店街の酒屋の2階、そんなね、狭い環境の、うるさい環境の中で昼寝はできないんです。子どもの命守れないんです。赤ちゃんの保育園での急死事故がどんどん今増えています。私たちは赤ちゃんの急死を考える会という、お子さんを保育園で亡くされた方のお母さんお父さんたちの会の支援の活動もしています。本当に話を聞くと辛くて聞けません。自分が働きたい、働き続けたいからと自分のかわいいかわいい赤ちゃんを預けて、朝元気に預けて、そして亡くなられてしまう、それがどんな状況の中で亡くなったのかがわからないような、公の市や区が責任を持たない、原因追及もしない、本当に泣き寝入りのような事態があちこちで起きているんです。去年の死亡事故19件ありました。皆さん、一件一件が本当に悲惨な悲しい話です。私たちは赤ちゃんの命を育み豊かに育てるのが保育園であると信じていますけれども、そういう環境をちゃんと設定しない、それが今の国の方向です。安上がりな保育園政策進めています。私は今応援いただいた佐藤さんや
こちらにいらっしゃる吉岡さんは、そういう保育園ではダメだ、ちゃんと認可保育園で作っていくんだ、国の基準下げちゃいけない、上げなきゃいけない、またお母さんたちが夜中まで働かなきゃいけない、夜8時9時まで働いてお子さんを迎えに行く、そんな生活は本当にお母さんも体壊してしまうから、やはり残業がない、子育て中のお母さんは早く帰れる、そういう制度を労働現場に作っていく、実際育児時間の保障ありますけれども、絵に描いた餅になっている職場がたくさんあります。こうしたことを実現させてきちんとやらせていきたいんです。子育て中はゆっくりと子どもと関わって夕飯を一緒に食べられる、お父さんもお母さんも団らんの時間がある、そんな社会を皆さん展望していこうではありませんか。諦めてはいけません。だって子ども時代って、子育て時代って後からもう一回やろうと思ってもできないじゃないですか。だから私たち保育運動やってきましたけれども、子どもが中心、子どもが真ん中にいての社会、そういう社会を作っていきたいんです。それでこそ未来が、明るい未来があると思います。皆さん、安上がりの福祉、安上がりの保育やめさせましょう。ご一緒に日本の未来を切り開いていきましょう。子どものために原発なくしましょう。核のゴミをこれ以上増やすのやめさせましょう。どうぞこの選挙戦で一緒に考えていきましょう。この国の未来について安倍さんが暴走しています。戦争できる国づくりを進めています。私、原純子はこれにきっぱり対決します。日本国憲法があるんです。皆さん、平和宣言を世界にしたんです。この国の戦争をしないと誓った日本国憲法を今こそ守って暮らしに生かしてまいりましょう。皆さん、選挙戦はチャンスです。政治を一緒に変えましょう。皆さんの願い何ですか。言葉に出してください。声で上げてください。ご一緒に私たちと政治を変えていきましょう。この選挙戦、私は訴えてまいります。どうぞ皆さんも声を上げてください。そして力を合わせてこの安倍暴走政治にストップをかけていこうではありませんか。私、原純子をどうぞ国会に押し上げてください。私は福祉の仕事25年福祉一筋に働いてきました。障害児の保育の仕事に専念してきました。私なりに情熱をかけて働いてきました。障害を持っていても子どもたちは一人一人違うんです。キラキラと輝いているんです。障害を持っている子どもたちは嘘をつきません。本当に正直でまっすぐで、悩んだり苦しんだりしながら頑張って生きています。私はその姿が本当に大好きです。子どもたちを守りたい、この輝く命を本当に花開かせる社会を作りたいんです。そのために私は今度は国政の場で働きたいと立候補を決意いたしました。皆さん、福祉保育を切り捨ててる場合ではないんです。消費税を上げてる場合ではないんです。今日本はもっともっとバリアフリーの社会、ノーマライゼーションの社会を作っていかなければならないんです。世界の趨勢に立ち遅れているんです。ようやく障害者差別撤廃条約に批准をしたところです。非常に遅いですよ。日本は障害者の施策についてもっともっと前進させていきましょう。障害者が成人して働く場所作っていきましょう。そして一人暮らししたいと願う方、支援をしながら自立生活できるグループホームをもっともっと作ってまいりましょう。障害を持っていても元気に生きていける、働き続けられる、
そんな社会を展望していきましょう。皆さん、この国は岐路に立たされています。ありがとうございます。私原純子は戦争の道にひた走る安倍暴走内閣に断固たる決意でストップをかけていきます。皆さんの安倍さん危険、ちょっともう安倍さんは勘弁してほしい、その思いをどうぞ日本共産党と私原純子に託してください。この選挙戦で皆さんがどういう意思を示すのか一緒に考えてください。共産党は5つの提案をしています。自民党政治にきっぱり対決をする政策を打ち出しています。消費税増税しなくても大丈夫です。別の形で財政再建できます。大企業に応分の負担を求め税制改革を進めてまいります。内部留保285兆円を、国民の所得を全体底上げする、そうした方向に持っていけば税収は大きく上がります。私たちが給料が上がれば買い物もします。消費生活が潤います。そうすれば商売繁盛、中小企業も潤います。そして財政全体が活性化するんです。アベノミクスに未来はありません。皆さん、私たちの懐が潤う、その方向での経済活性化、それが日本共産党が指し示す財政再建の道です。ご一緒に考えましょう。そしてどうぞ皆さん、日本の未来のためにこの選択をしてください。日本共産党と一緒に政治を変えていきましょう。政治を私たちの手に取り戻してまいりましょう。これ以上の暮らし破壊やめさせましょう。消費税 10% への引き上げはこの選挙でノーの審判を下そうではありませんか。そうすれば本当にこの 10% 引き上げやめさせることができるんです。安倍さんが勝手に決めるな、みんなの声で政治を大きく変換させていきましょう。若者たちが本当に危機感を持って今立ち上がり始めている問題として、集団的自衛権行使の容認の問題があります。安倍さんが自民党公明党の密室で閣議決定してしまった憲法違反の集団的自衛権行使容認です。これはアメリカが始めた戦争に日本の自衛隊が武器を持って参加支援できる、こういう制度です。皆さん、自衛隊の命を、国民の命を差し出すというのが安倍さんの勝手な判断です。こんなこと許されますか。皆さん、今世界の趨勢は国と国との何か問題が起きた時には対話で解決する平和外交というのが当たり前なんです。何でも戦争で解決しようなんていうのはもう100年古いんです。戦争の反省何だったですか。あんなに犠牲者を出した、もう戦争はしない、平和宣言誓ったではありませんか。皆さんご一緒に日本国憲法を守る平和な暮らし、平和な社会を、未来を子どもたちに手渡していきましょう。集団的自衛権行使の容認は絶対に反対です。多くの人たちが声を上げ始めている中、それを押し潰そうと出されてきたのが特定秘密保護法。国民の目、耳、口を塞ぐこの法律、これも強行採決しました。許すことができません。物も言えない国づくり、まさに戦争できる国にひた走るこの安倍さん、秘密、特定秘密保護法反対、安倍さんは勝手に決めるなとコールがあちこちで起こって、渋谷でも新宿でも官邸前でも行動が起こされたではありませんか。でもね、皆さん、その立ち上がった若者の中にまだ
20歳に達してない学生さんたくさんいるんです。一票を持ってないんです。そういう学生さんも立ち上がっているんです。原さん、私はまだ参政権ありません。悔しいです。この選挙で一票を投じたいです。言ってる大学生の皆さん、高校生の方いらっしゃいます。皆さん、参政権持っている、一票を持っている方は大人の責任でこの選挙、大きく政治を変える力作っていこうではありませんか。皆さんの意思を国政へ出していこうではありませんか。みんな自分の言葉で語り、声を上げ始めています。もうこれ以上の暮らし破壊やめてほしい、弱い者いじめやめてほしい、正規の仕事が欲しい、給料が当たり前の給料欲しい、人並みの給料欲しい、消費税上げないでほしい。皆さん、一緒に考えていきましょう。選挙です。チャンスですよ。私、日本共産党の原純子は皆さんの声を国会にストレートに届けます。子どもたちを守る未来作ってまいります。皆さんご一緒にこの政治のこと、この選挙戦にあたり考えていきましょう。どうぞ日本共産党と私原純子へのお力添えをお願いいたします。今この駅頭でサポーターズの皆さんが共産党支持で決してない方も含めて私の応援に駆けつけてくださって、企画してくださっています。私の仲間たちです。皆さん自分の願いをちゃんと持っている仲間たちです。ですから皆さんご一緒に考えていきましょう。ありがとうございます。こんばんは。お帰りなさいませ。私、日本共産党の原純子、原純子と申します。明るい未来にきっとできる、そういうチラシを作ってくださいました。サポーターズの仲間が作りました。明るい未来にきっとできる、いい言葉ですね。政治の力大変大きいです。皆さん、お年寄りが年金引き下げられて、保険料も上がって、それなのに介護サービスが受けられない、こんな冷たい仕打ちやめましょうよ。一生懸命戦後復興を支えてきたお年寄りが豊かな老後を送れるように、一緒に政治を変えていきましょう。人に優しい政治を作っていきましょう。私は皆さんと一緒に歩いていきます。自民党政治にきっぱり対決していきます。頑張ります。今日は11時までこの宣伝やります。頑張りますよ。どうぞ希望を持ってください。政治を一緒に変えましょう。ありがとうございます。頑張ってまいります。